始まるよ。というわけで、三室山から降りて竜田川沿いを大和川の三代川まで歩きます。まずは反対側まで行って、そこから今回はスタートしましょう。ふれーふれその三代川はここからだとどれくらいですか？うん、三代川はそんなにないかも。菜の花と桜が綺麗なので眺めながら歩いていたら結構すぐです。すぐなんですね。よかったです。いや、でも撮影しながらなので結構遠いかも。遠いんですね。では、着くまでは黙っておきます。なぜ黙るの？体力温存です。マジか。ボイスロイド年長組の私も黙っておきますね。まあ、大丈夫ですよ。ゴム遺跡か。あれか。ちょっと行ってみてきてくださいよ。何言ってんだこの人。なんか膨らむみたいです。今は、こんな感じになってるんですね。どのうつむのかと思ったら違うんやね。お手柔らかに。水門とも違うんですね。正直水門しか知らなかったです。一般の人は知らないもんなんですね。いや、キリタンも知らなかったでしょ。岩瀬の森、ここら辺の竜田川は岩が多いねって書いてあるようです。カムナビの岩瀬の森のホトトギスケナシの丘にいつかきなかむ、四季の巫女の作品みたいですね。古事記にも記述があります。この歌は万葉集ですね。確かに岩がゴツゴツ多いですね。うん、大和川まだ見えてないかこれ。この橋は塩田橋かな。三室山を撮影したのが岩瀬橋。補足情報なんですが、千早ぶる神よも聞かず、竜田川から紅に水くくるとは。百人一首と古今和歌集、伊勢物語にも収録されている。在原業平が詠んだ歌です。竜田川、思い出すと食べたくなるなる竜田揚げ。これは何点ですかね。星3つです。マジか。ゆかり姉さん、ありがとうございます。蝶々に嫌われました。ようやく大和川が現れた。
対岸は三室山行くとき歩いてたところです。ちなみに橋ですが全国級地図というサイトで調べました。便利なサイトがあるんですね。三代川です。合流地点着きました。何？スローモーションで確認。誰かぶつかってきた。もしかしてこれ風圧か。やるな。三代川碑文？看板見てくるわ。ほ、なるほど。これが三代川か、初めて見たかも。今回の動画振り返りです。
これまだいい時に撮影行けてよかったです。桜きれいに撮れてよかったですね。最後までの視聴ありがとうございました。